西尾市岩瀬文庫は愛知県西尾市亀沢町の鶴城公園にある私立の博物館である。隣接地には西尾市立図書館がある。交通手段は六万国クルリンバスの図書館岩瀬文庫にしている小下社ご徒歩。岩瀬文庫創設者の岩瀬康介西尾出身の実業家である岩瀬康介の手によって1908年5月6日に文庫、市立図書館として 岩瀬文庫が創設された。1919年頃には西原義次郎の設計によって、レンガ作りで地下1階地上3階建ての書庫が竣工している。1930年1月3日に岩瀬が死去すると遺言によって財団法人が設立されて岩瀬文庫が運営された。戦後には財団法人による運営が混乱となり、1955年には西尾市が 約十万冊の蔵書をすべて購入。土地図書庫は西尾市に寄贈され、4月には公立図書館の西尾市立図書館岩瀬文庫が開館した。1967年には岩瀬文庫書庫の南西側に岩瀬文庫の図書館としての機能を保管する西尾市郷土館が開館。岩瀬文庫と西尾市郷土館は一体的に運用された。1983年8月には 西尾市郷土館の南側に西尾市初の本格的な図書館である西尾市立図書館が開館。岩瀬文庫は図書館としての役割を終えた。1999年6月7日には岩瀬文庫書庫が国の登録有形文化財に登録された。2003年4月2日には本館や収蔵庫を新たに建設し、国内初の古書ミュージアムを歌った。 博物館の西押し岩瀬文庫が開館した。本館の設計は、和歌山シュベルトチンタオ設計の超駅分、プレキャストプレストレストコンクリート作りであり、地上2階建て、地下1階建てである。同年には、本館が第11回愛知町並み建築賞を受賞している。2005年に、愛知県は愛知郡長久手町と瀬戸市で開催された、愛知万博では、岩瀬文庫の収蔵品である。 本像図説内の動植物の絵が瀬戸愛知県館にパノラマ展示された。2007年12月7日には博物館法に基づく博物館として登録された。2008年には岩瀬康家による創立から100周年を迎え、5月6日には全国文庫サミットを開催した。また岩瀬康家記念書物文化賞を創設した。2016年8月7日には交代し、 なる親王が、岩瀬文庫を視察した。2017年2月23日には交代し、なる親王が、記者会見で、岩瀬文庫訪問時の印象などを語った。かつて蔵書数は、約10万冊だったが、現在は、約8万冊の蔵書を有する。毎年10月に、西尾本祭りが開催されている、岩瀬文庫に関するカテゴリー、ありがとうございます。